次は法隆寺です。お出口は左側です。
快速新大阪駅です。次は九王子です。山手線を乗り換えください。九王子を出ますと、JR 河内駅は中飛騨中央、金手、終点新大阪に止まります。大阪方面には参りませんので、ご注意ください。
もなく九王寺です。乗り換えのご案内いたします。山口線普通ジェニアル担当駅16時1分4番乗り場、大阪リア線普通新大阪駅15時56分3番乗り場でお待ちください。この電車は直通快速新大阪駅です。新大阪駅の担当ジェニアル川地駅は高板中央7線終点新大阪の順に止まります。停車駅にご注意ください。この電車は天王寺新神谷大阪方面には参りません。ご注意ください。直通快速新大阪駅です。次は JR 河内岩に停まります。発車します。新大阪駅です。 JR 河内駅は高板中央花瀬新大阪に止まります。次は JR 河内駅は JR 河内駅はです近鉄7線を乗り換えください。 JR 河内駅の次は高板中央に止まります。
県岩、JR 川内岩です。近鉄奈良線をご利用ください。お出口右側です。JR 川内岩を出ますと、次は高井田中央に止まります。
学研としてご利用のお客様ご理解ください。ご乗車ありがとうございます。5分発直通快速新大阪行きです。次は終点新大阪に停まります。発車まで1分お待ちください。次は終点新大阪に停まります。直通快速新大阪行きです。まもなく発車します。次は終点新大阪に停まります。学研都市線には参りませんのでご注意ください。次は終点新大阪に停まります。
なく終点新大阪です。 JR 京都線、新幹線、地下電線ご利用のお客様お乗り換えください。お降りの際は車内に忘れ物ないよう皆様お降りください。この電車は新大阪駅到着後車内点検を行い、回送電車と代わり車庫に入ります。新大阪駅到着後ご乗車できませんのでご注意ください。ありがとうございました。まもなく終点新大阪に到着をいたします。新大阪です。ありがとうございました。回送車となります。皆様お降りください。この電車この駅までとなります。皆様お降りください。